はい、えー、鈴木ダメ大臣が、また、寝言を言ってますね。えー、というのがね、国債の召喚期限が60年っていうのが決められてるんですけども、これをね、もうちょっと延長しようかっていう議論に対して、いや、そんなね、国債召喚の期限延長したら信用に影響するじゃないかって言ってるんですが、いや、お前がまず信用されてねえんだよ、みたいなね。何言いたいこと言ってんだよ。まあ、60年を61年にしたところで何の信用がなくなるんだ。じゃあ62年だったらどうなんだ。そもそも60年ってのが、どういう根拠なんだ。 60年お前試したの試したのかとかね。あとどうせ国債の償還つったって借り返さえでしょ国債の期限が来たら別の国債切って結局同じ国債がずーっとそこに滞留してるだけで別にだったら最初っから60年を100年とか1000年にすればいいじゃんって話ですよね。で、ちなみにね、信用がなくなってもいいよもう。どうせ。うん。で、信用がなくなってもいいんで試してみよう。そういうことにしましょう。ね。 どうせね、鈴木大夫大臣が生きてるうちに、その信用がなくなったこの日本という国を見ることはないですから。気にせずに、えー、どうぞ、そのまま、60年をね、伸ばし伸ばしにしてくださいよ、ね。そんなね、あの余計な心配しなくていいんですよ、もう。自分の残りの人生のだけ心配してください。残りの人生の心配だけね。なんか将来世代につけとかなんとか言いますけども、もう将来世代今はつけが回ってきてんだって。30年前、40年前にね。 将来世代なんとかって言ってた、その将来を担ってる我々、ロスジェネ世代が全部付けしょってんじゃないか、みたいな。これ以上悪くなんないって。つうか悪くなってもいいよ、もう。ね。もう悪くなって終わりでも構わないんで、最後、竜宮城見せてくださいや。ね。よろしくお願いします、鈴木財務大臣余計な口挟まんと。じゃあちょっと記事読んでみましょうか。鈴木俊一財務大臣は13日、防衛財源を確保するために、 現行60年と定める国際召喚ルールを見直す選択肢について伸ばした場合は国際に対する信用に影響するというね、勝手なことを言っていると全然勘違いだということ。分かってないと。こういう人が財務大臣にやると困ったもんですね。財務省ってのはなんだあの、国民を知りたげる組織かと言いたいですね。えー、会見に先立ち自民党の萩生田政調会長が召喚ルール見直しについて検討に値すると発言したことを踏まえた発言だということですね。 鈴木駄目大臣は黙ってろって言うのよね。どうせわかんないんだから。ね。鈴木駄目大臣は60年というのは道路や橋の耐用年数の目安で決められたと聞いたことがあるが、償還期限を伸ばすということになると国産に対する信用に影響する。信用にね、影響しないから。だいたい60年前に60年って償還期限で道路や橋の耐用年数って随分古いテクノロジーでの話でしょ今はね、道路作っても100年持つんで大丈夫。つかね、 そんなん誰も覚えてないって。60年前の国債ですよって。国債に年号打ってあるんですかね。1万円札んだって、もう年号打ってないでしょ。100円玉とかは500円玉まででしょ。年号が打ってるの。わかんないっていのもね。ということでございます。